最後の一句、森鴎外。元文三年11月23日のことである。大阪で船乗り業桂屋太郎兵衛というものを3日間晒した上、首切りに処するという高札が立てられた。不正の金を受け取った罪であった。太郎兵衛死罪の知らせを受けた女房はただ泣くばかりである。桂屋には16歳になる長女一をはじめ5人の子供がいた。その晩、一は布団の中で父の除名を願おうと決心した。翌朝、一は自分たち子供全員の命と引き換えにしてほしいという父の除名嘆願書を書き上げ、奉行所を訪れた。何度も追い払われたが、一は一歩も引かず、ついに奉行所は嘆願書を受け取った。裁きの担当は笹又四郎成宗である。嘆願書を読んだ笹は、条理が整った内容に大人が書かせたのではないかと疑った。大人であれば許されぬ。11月24日の羊の下刻、桂屋家族の吟味が始まった。シラスの場にはあらゆる拷問道具が並べられた。取締役は一に尋問した。他に相談したものはないのだな。一はないと言った。自分たちの命と引き換えに父の命の除名も願った。笹が一に話しかけた。お前の申し立てには嘘はあるまいな。隠して申さぬと、そこに並べてある道具で責めさせるぞ。一は拷問道具が刺された方角を見たが、少しも動揺せず、間違いはないと静かに言った。今一つお前に聞くが、身代わりをお上がお聞き届けとなると、お前たちはすぐに殺されるぞよ。父の顔を見ることはできぬが、それでもよいか。それでいい、と一は同じように冷ややかな調子で答えたが、少し間を置いて、お上のことには間違いはございますまいから、と言い足した。笹の顔に驚愕の色が浮かんだ。氷のように冷ややかに、刃のように鋭い一の最後の一句が突き刺さったのだ。笹はマルチリウムという西洋の言葉を知らない。この時代に献身という訳語もない。だが一の言葉に潜む犯行の矛先は、笹と書院にいた役員一同の胸を刺した。元文4年3月2日、太郎兵衛は死罪を免れ、ただの追放刑になった。桂屋の家族は再び奉行所に呼び出されて、父に別れを告げることができた。おしまい。補足。本作は太田食三人の随筆一話一元をもとに鴎外がアレンジした短編小説。大人の入れ知恵ではない一の放った最後の一句こそが鴎外のオリジナルで、この作品を名作にした。森鴎外は現在の島根県津和野町出身。東京大学医学部卒業後、陸軍医としてドイツ留学した。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。
以上、四代目ケンケンでした。